第3回自主公演、今回はカモメが題材です。演出は僕ではありません。妻でもあり役者でもある近藤ひとみです。今劇団はある程度うまくいっている実感があります。しかしこれを一回壊してみたい気持ちがふつふつと湧いてきました。壊すといってもいきなり壁をぶち破るような乱暴な真似はしません。僕の仕掛けはいつも最小のものです。支柱にかすかなひびを入れるというか、しかしそれが時にカタストロフィーを起こすことがある。僕は明日から劇団を離れます。東北のとある町で土木作業員として働くためです。僕が不在の劇団でカモメがどう一新されるのか、僕の仕込んだ小さな種がどんな実を結ぶか、それを楽しみに待ちたい。役者の中にはたまに自分を差し出せる人がいます。でも最近苦々しく思うのは、自分でボールをこねる人の方に目がいってしまいがちだということです。若い役者は表面的な協調性を良しとしているゆえんでしょうか。二人称の人物造形で満足してしまう傾向がある。でもチェーホフの戯曲だとそれだけでは足りないんです。自分以上の存在と対峙しなくてはならないんだから君は自分の道を発見して、ちゃんと行く先を知っている。だが僕は相変わらず、妄想と幻影の混沌の中をふらついて、一体それが誰に、何のために必要なのか分からずにいる。僕は信念が持てず、何が自分の使命かということも知らずにいるのだ。し、私行くわ。ごきげんよう。私が大丈夫になったら見にいらしてちょうだいね。約束してくださる？では今日は。もう夜が更けたわ。私やっとこさで立っているのよ。生も幸も尽きてしまった。何か食べたいわ。あ、ごめん忘れた。何でも。でもトレープレフのセリフよく覚えたの。誰かが読み合わせ何度も一緒にやってって言うから。ありがとうね。感謝してる。付き合ってくれて。今回気合入ってるね。近藤さん、初日には見に来るって言ってたから。ねえ、今日稽古終わり空いてる？ね、もしさ、
サラが実際にトレプレフの立場になったらどう？どうって？なんでこんなにニーナに執着してると思う？わからない。じゃあ私だと思ったらどう？わかった？わかんないかな。父も母も私がここへ来るのは反対なの。ここはボヘミアの巣窟だって。私が女優にでもなれしまいかと心配してるのね。でも私はここの湖に引きつけられるの。そう、カモメみたいにね。胸の中はあなたでいっぱい。僕たちきりですよ。誰かいるみたいだわ。いや、しない。はい、うん、二人の距離感はこの間より近くなったと思う。ただ今の関係性はどう？みんな、うん、近くなったのはいいことだと思います、うん、でも今はこうトレプレフのことが盲目的に好きな距離感だったので次は変えてみます。分かった。じゃあもう一回頭から返そう。はい。ほらちょっと立って、こっちへ来て。あなたは22歳、私はほとんどその倍。ダーリン、どっちが若く見える？あなたです、もちろん。ほらね、どうしてだと思う？私はね、働いて感じてずっとせわしなく動き回ってる。ところがあなたはいつも同じところにいて、まるで生きてないみたい。それにね、私は未来を覗き込まないって決めてるの。年のことも死ぬことも考えない。どうせ来るべきものは避けられないんだから。あ、すいません、あのもう一回いいですか？集中してね。はい。私辛いんです。誰も誰一人この辛さを分かってくれない。私トレープレフを愛しています。ごめん、一回止めるね。今の間、いると思う？いや、自分で言ってて最後のセリフに違和感があるのは分かる。はい、言いにくいです。いや、前からずっと引っかかってたけど今日は特にひどい。最初の読み合わせの方が良かった。言いにくいことをあんまり無理に言わせるのはしたくないけど、ここはマーシャとして大事なセリフだから。もう本番まで時間もないし、もう少しテキストに馴染んで。また頭から返そう。はい。揃うシーンはないですよね。ごめん、読み合わせっていうの嘘。実は私とサラは稽古終わりに二人がセックスしてるのを見た。でもそれについてとやかくは言わないけど、聞きたいことがあるの。加藤、ミナのことが好き？これ黙秘じゃダメなんですか？うん、もちろん好きですよ。女の子としても可愛いと思うし。それは恋愛感情としての好き？違うと思います。今の役でミナをニーナとして見てる部分もあるし。そう。じゃあミナはどう思うの？私も加藤君と同じです。役作りの一環として好きになりに行ってると思います。そっか。
じゃあ今二人は役作りで好きになろうとしていて、だからセックスもすると言っている。サラ、二人の行動についてどう思う？おかしいと思います。なんでそう思うの？だってミナは私ともセックスしてるから。マーシャとニーナはそんな関係じゃないから。そもそもニーナは処女という設定だ。二人の説明を真に受けるなら、処女は処女、人殺しなら人を殺さないといけなくなる。でもカップル設定でどんなにお互いを嫌いでも、きらめくようなカップルを演じてみせるのが役者でしょ。すいません、何が言いたいんですか？なんでセックスしたの、稽古場で？したいからに決まってるでしょ。男なら可愛いことはいつでもしたいじゃないですか。別に付き合いたいとかじゃないですよ。ノリですね。ノリなんだから場所は関係ないでしょ。そう、じゃあミナは？その前にいいですか？いいよ。トミさん、加藤君とセックスしてますよね。役作りですか？みんな知ってますよ。アルカージノとトレープレフは親子ですよ。役作りとかじゃないですよね。そうよ、あくまでプライベート。それ不倫ですよ。近藤さん知ってるんですか？今あの人関係ない。関係ありますよ。旦那さんで劇団の主催なんですから。やっぱりそう。何ですか？あんたあの人とも関係持ってるでしょ。はい、持ってますよ。1年前から。あの人が不倫してんのは知ってた。だって脇が甘いんだもん。それならあんたが私のこと不倫どうこう言えない。そうですね。でもこっちばっか責められてからムカついて。さあ、なんで加藤君とセックスしたんですか？答えるべきですよね。好きだからに決まってる。いい？役者にはね、不倫なんていう概念ないの。あんたも役者ならわかるでしょ。それで、加藤君となんでセックスしたかですよね。ほとんど同じですよ。ノリですね。私もちょっといいなって思ってたし。それでお互いのこと知れたらいいじゃないですか。あくまでこの舞台をより良くしようと思ってのことです。ひとみさん、これ以上やって何の意味があるんですか？待って、まださらに聞いてない。加藤のことどう思うの？正直に言って。嫌いです。なんで嫌いなの？すぐ女の子に手を出すところ。それなのに自尊心が高くて、いつも人の目を気にしてばかりで、内心びくついてるのに、そんな自分を騙すように強がってるところも嫌いです。お前もそうじゃん。稽古中とかクールぶって見せて、人と関わることビビってるくせに。お前俺のこと詐欺すんでんだろ。でもな、俺は一生懸命やってんの。女にだらしがないようにしてんのも、苦手だから克服しようと思ってやってんの。お前はどうなんだよ。お前、見ない以外ともコミュニケーション取れや。ちょっと待って、加藤、これ罵倒したくてやってるんじゃない。ミナのことはどう？好きです。大好き。だから私、芝居を見てるのがきついんです。私もう回しやれません。そう、つまり現段階で分かってるのは。もういいですよ、ひとみさん。これ以上やっても何も出ないですよ。近藤さん、気づいてますよ、あなたの動き。そもそもあなたたちがセックスレスになったのは、あなたが彼を構わなかったからでしょう。それなのに今回の自主公演をあなたに任せたのは、承認欲求の強いあなたを思いやってのことですよね。近藤さんは人気と実力があるこれからって演出家なのに、あなたみたいな奥さんがいると大変ですね。あんた、いい加減にしなさいよ。ミナ、ミナは私のことは好き？好き。大好きだよ、友達以上に。じゃあなんで他の人ともセックスするの？私ね、基本的には正直誰でもいいの。割とみんなのこと好きだし、好意を持たれたら嬉しいし、セックスも好きだし、してみないと分かんないことって意外とあって、加藤君は首を噛まれるのが好きとか、サラは耳が弱くてキスが好きとか、その時はみんな上面だけで装ってないのが分かるの。私、みんなのこと分かんないよ。私は分かるよ。でもね、
多分近藤さんのことが好きなんだと思う。演出家だからとかじゃなくて、一人の人間として。だからごめんね。私はあの日以来稽古場には行かなかった。今日は場当たりだ。私は信じているから。そう辛いこともないし、自分の使命を思うと人生も怖くないわ。君は自分の道を発見して、ちゃんと行く先を知っている。だが僕は相変わらず妄想と幻影の混沌の中をふらついて、一体それが誰に何のために必要であるか分からずにいる。僕は信念が持てず、何が自分の使命であるかということも知らずにいるのだ。私行くわ。ごきげんよう。私が大女医になったら見にいらしてちょうだいね。約束してくださる？では今日はもう夜が更けたわ。私やっとこされ立っているのよ。背もこも。ニーナ。君か。君だったのか、ニーナ。来ないで、ニーナ。おらした。ニーナ。ニーナ。来ないで。ニーナ。ニーナ。ダメだよ、続けられないの。ニーナ。ニーナ。サラ。ニーナ。サラ。ニーナ。ニーナ。ニーナ。サラ。ニーナ。サラ、髪切っちゃったんだね。綺麗だったの。私ね、サラの髪が好きだった。ストレートでいつもサラサラしてる。あとね、声が好きだった。読み合わせしてる時の座ってる姿勢が好きだった。ミナは目が綺麗、唇も可愛い、腰からお尻にかけてが綺麗、裸の背中はいつも見とれてた。たまにしてるピアスが色っぽかった。みんな。でもね、ダメだな。